前回のライフイズストレンジでは、ふざけんなよ、離れろ。ダメ。何これ。それとも何かやましいことでもあるのか。言いなさい。ねえビクトリア、どっか行ってくれる。俺は分かっているんだぞ。黙ってないで何とか言え。やめて。お願い、誰にも言わないでね。当たり前だろ。大丈夫、話して。ちょっとやめてよ。マックス、クロエ、ほんと久しぶりだね。クロエ、おかえり。マックス、レイチェル・アンバーだよね。尋ね人のビラ、学校中に貼ってあるよ。半年前に突然姿を消した。私にも言わずに一人で。何かあったんだ。おい、なんだこれは。質問に答えろ、命令だ。違うの、聞いて。また見えたの。街が大きな竜巻に襲われる。マックス、信じるよ。能力があっても体は汚れる。シャワーが必要だね。よし、シャワーに行こう。遅くとも今晩までには持ってきてよ。頼んだからね、ちゃんとしてよ。いろんなことがあったけど、クロエとまた会えてよかった。昔と全然変わらない。アオ、巻き戻せば今の出来事を防げる。アリサ、ちょっとこっち。いいけど、マックスがそう言うなら。出せておいて。危機一髪だったよ。ありがとう、マックス。おはよう、アリサ。マックス、これで2回も物が当たるのを防いでくれた。私の守護霊なの？第六感ってやつだよ。役に立ってよかった。この学校は嫌なやつばっかり。そういえば、ウォーレンから映画コレクションを借りたんだって。マックスも同じ SF オタクだったとはね。好きな作品は？定番だけど、バックトゥーザフューチャーかな。80年代の学校に戻れたらどうなるんだろう。ヘアスプレーで窒息するかも。ほんと、ウォーレンと趣味合うんだね。気をつけないとブルックに嫉妬されるよ。さて、私には何の話だかさっぱり。ジュリエット、マックス、ケイトの動画はもうチェックした？悪趣味だよ。カメラの前で酔いつぶれたケイトが悪いんじゃん。ケイトはそういう子じゃない。
動画を見る限りそういうことしか思えないけど。見たら何でも信じるの？ザックとデーナの件みたいに。痛いところ疲れたな。昨日は真相を教えてくれてありがとね。黒幕のビクトリアにはなんて？特に何も。どうやって仕返しするか考え中。ジュリエットらしいね。マックスは優しいね。もうケイトの動画は見ないし、人にも教えないよ。そうしてくれるといいな。ありがとう。うん、またね。ブルック。あ、マックス。ぼーっとしてるけど大丈夫？うん、今は雪のことで頭が混乱中。ブルックでもそうなんだ。私、科学はさっぱりだから、どういうことか教えてほしくて。気象学者にも説明できないくらいだからね。ウォーレンならわかるかも。彼とは話した？うん、こんな朝早くから話す用事もないし。だよね。ウォーレンは私と気象学について話すのが好きなの。他に話が合う人いないしね。じゃ、また後で。デーナ、調子はどう？昨日よりかずっとね。話せてよかったよ。本当？別に言いたくなければいいんだけど。なんか不思議。マックスは最初から全部知ってたみたい。ところで、今日はすごいことがあったんだ。トレバーがハロウィンパーティーに誘ってくれた。やったね、デーナ。うん、二人揃ってパーティーに行ける。だから、マックスもどう？服を貸してあげるから。ウォーレンと一緒にキュートなオタクカップルで。コスプレは得意じゃなくて。人生を無駄にしちゃダメだってね。絶対に参加するべきだよ。行くよ。嫌になったら戻ればいいんだし。部屋にそう来なくちゃ。これが終わったら次はレイブよ。なんか楽しそう。今後のパーティー計画を練るのも悪くないかも。あ、ケイト、昨日はごめん。そう、何もしてくれなかったよね。他のみんなと同じなんだ。違うよ、助けたかった。でも、もういいよ、今さら。ところで、10月は黄昏の国貸してたよね。うん、読んだよ。すごく面白い。ブラッドベリーは詩人でもあるよね。後で部屋まで持ってきてくれる？授業のために必要なんだ。もちろん、後で届ける。何してるの？別に。へえ、そう。動画見たけどお楽しみだったみたいね。だからあれは違うの。よく言うわね。照れないの。本当はあんなに大胆なんだから。いつか後悔するわよ。あらら、後悔してるのはあなたでしょ。自業自得よ。本当？きっと姉さんから特別なやつをもらったんでしょ。間違いないね。嘘、まだ顔にペンキがついてる。誰かさんたちがもっと早くタオルを持ってくれば。急いだんだけど。いいわ、テイラー。もうあなたたちには何も頼まないから。ケイトと友達になれば。それともマークス？
あのカメラダッサいしね。私嫌い、あの自分は違うのみたいな態度。さて、みんなのために動画のリンクを残してあげなくちゃ。ウケるんだけど、マジ最高。着替えてケイトに本を返しに行かないと。これで少しでも動画を見る人を減らせる。みんな冷たいよね。芸術家は助け合うものでしょう。ちょっと何これ、ブラックウェルまで来てなんでこんな目に。これ私が片付けるの？その前にケイトの本か。ああもうケイトの本がジュースまみれ。早く何とかしないと。これ以上ケイトの問題を増やしたくない。立ち去れ邪悪なジュースよ。こいつめ、手こずらせてくれちゃって。シャツとジーンズでいいよね。アインシュタインだって毎日同じスーツだったっていうし、時間を巻き戻せないのにだよ。姉さんの復讐だ。これで約束の時間までにケイトの本を返しに行けると言っても時間の心配は必要ないか。今や世界中の時間は私のもの。ある意味アートかも。いやいや、これを認めるわけにはいかない。今度は匿名の脅迫？もう勘弁してよ。姉さんからだと思うけど、他にも可能性はあるし、今まで以上に注意しないと。もう手遅れかもしれないけど。悪魔の仕業だ。ケイト、いる？うん、入って、マックス。ケイトは動画の件で頼れる人がいない。母親に感動されないといいけど。ケイトは毎朝バイオリンを弾いてた。先週までは。ケイトは聖書にもメモするんだ。私は一度も教会に連れて行かれなかった。行く必要もないと思ってたけど、今は何を信じるべきかわからない。普段は超綺麗な部屋なのに、彼女からしたら豚小屋だろうな。まさかケイトは多重人格なの？昼間は神のしもべ、夜はパーティーマニア？なんて正気のない家族写真。なんて憂鬱な部屋。ケイトはそんなに暗くなかった。最近までは。忘れかけてたよ。
ケイトが笑った時の顔。ケイトの H.R. ギーガー期の作品だね。地獄行きが書いてないだけマシ。ケイトの絵は子供の絵本にぴったり。何もかも楽しそうでカラフルでポジティブ。なぜ鏡を覆ってしまったんだろう。自分を見られない。たくさん泣いたんだ。ティッシュが全然足りないよ。父親に溺愛されてるんだね。アリッサやステラと付き合いがあったなんて知らなかった。私は力を正しいことに使いますよ。ケイト、本を持ってきたよ。ねえ、なんで昨日デイビッドに絡まれていた時何もしてくれなかったの？まずは証拠を集めようと思って。あんな人だと思わなかった。でもマックスは心配してくれてたんだね。私はケイトの味方だよ。で、デイビッドとは何があったの？その、勘違いされてるの。私がボルテックスクラブのメンバーだと思い込んでる。どうしてだろう。動画を見たからでしょ。もう誰とも顔を合わせたくないよ。辛いとは思うけど、動画のことを話してくれたら助けになれるかも。ボルテックスクラブのパーティーに行ったらいつの間にか大勢とキスしてた。でもその間の記憶がないの。そもそもなんで行ったの？なんでだろう。ただ新しい出会いがあったらいいなって。それだけじゃわからないよ。パーティーで何があったの？お酒は？神に誓って赤ワインを一口だけ。あとはお水。酔っ払うほどじゃないよね。一口だよ。ありえない。教会でもワインを飲むけど、あんな風になったことなんてないから。薬を飲まされたとか。確かに吐き気とめまいがしたのは覚えてる。それで？姉さんが病院に連れて行くって言って。姉さん、プレスコット？いつもと違って優しい感じだったの。想像すらできないよ。それで？とにかく長い間車に乗ってた。目が覚めたらどこかの部屋で、白くて明るかったから病院だと思って。うん。その後は？誰かが優しく私に話しかけてきて、最初は医者かと思った。そしたら姉さんの声がして、首筋に針が刺さるのを感じて。それで。それで？覚えてるのはそれだけ。あとはわからない。起きたら部屋の前で。体にあざとかはなかったけど、すごく気分が悪かった。パーティーの動画は？誰が撮ったの？知らないよ。ビクトリアかも。そこにいたし、やりかねないし。辛かったね、ケイト。でも、これは大変な事件だよ。どうやったら動画を消せる？もう拡散してるけど、教会に見られたらどうしよう。どうしたらいいの？一緒に考えよう。また後で連絡するから。ね。ありがとう。本はカバンのところに置いといて。マックス、一つ聞いてもいい？正直に答えて。うん、もちろん。何？姉さんに解放されたのか、ひどいことされたのか確かめたいの。警察に行くべき？警察に行っても信じてもらえないよ。多分動画の内容からして主張は受け入れてもらえないと思う。でもあれは薬で。それを証明しなきゃならないの。警察や学校は動画を見てどう思う？
ケイトが不利になるだけだよ。もう絶望的ってこと？違うよ。ただこれ以上ケイトに傷ついてほしくないだけ。つまりどうしようもない、それが答えなの？待つべきだと思う。別の方法があるかもしれないし。じゃあ何？それまではみんなにビッチ呼ばわりされてればいいの？もういいよ。何してるんだか。まるでケイトの力にはなれなかった。でももっと証拠を集めないと。